このスタンダードのモデルは本当にフェースをね切り返してからスカイに戻しやすいんですよ。あのドローバイアスがきついっていう言い方よりも小ぶりなヘッドを動かしてるみたいな操作感があってフェースをスクエアに戻してくれるので、うん、逆に大きいヘッドでスライスになってしまってる人とかが打っても全然気にならなく使えると思います。で逆にこの MAX に関しては本当に汎用性が高いモデルなんですけど、あの外国ブランドにありがちな振りにくさって言ったらいいのかな、フェースが上を向いて振りにくくなってくるような違和感っていうのは一切ない。だから見た目のところ、見た目のヘッドシェイプと重心の位置がすごく合ってるんで、感覚とすごく合いやすいモデルなんだと思います。で、F はね、僕の中ではフェードバイアスっていうよりも操作性が高いモデルっていうイメージです。で、球が一番ロースピンで強く出ていくんで、いや、僕の中ではね、自分正直捕まって上がるクラブ好きなんですけど、この3つで言ったら F のヘッドが一番振りやすいです。F のヘッドで自分の好きなシャフトとかスペックにして打っていったらすごくいい意味でこうティーショットで、あ左これより行かなさなく打とうとかいろんなことがイメージして打てそうな感じですよね。でも相対的にフェースをスクエアに戻しやすいシリーズになってるんで、うん、アイアンからの流れですごく違和感なく使えるモデルだっていうのをもう絶対自信持って言えます。The Driver ギリギリベリーイージー RSX 登場プロギアギリギリベリーイージー